したという曲がありまして、まあ、失恋ソングなんですけれども、女性の、ね、方は、ね、よくわかるかなと思いますが、そう、失恋して髪を切った女の子の歌でございます。で、この歌の中で、ね、20センチ髪を切るという話なんですけど、20センチって相当ですよね。ショートカットの子だったらもうまずいことになってしまうのでそうなんですよね。まあ、ちょっとロングヘアの子を、ね、思い浮かべて聞いていただければいいかななんて思います。男性の方もね、そういうことはあんましないですよね。失恋したらどうするんだろうってこの前もライブハウスで聞いたんですよ。そしたら、あの、ふて寝するとかあとはね、焼け酒、焼け食いというのが多かったですね。女の子もそれはあるかな。あと買い物したりとかしますよね、女の子はね。そう、髪を切っても多分気持ち的にはちょっとだけ吹っ切れるぐらいなんですよね。でもやっぱり新しい自分に変わりたいっていうのはあるんじゃないかなと思うので、そんな気持ちを歌にしてみました。